蹴りは、千鳥も口鳥かタゲリ族に分類される鳥類の一種。モンゴル、中国北東部、日本で繁殖する。冬には、東南アジア、中国南部などにわたるものもいる。日本においては、流鳥として、かつては主に、東北地方に分布していたが、近年は、分布が拡大し、現在では、中部地方、関西地方を中心とした近畿北の本州に、分布する。 最近になって、中国、四国地方、北部、九州など西日本でも繁殖が確認され始めた。全長約34センチメートル。私有動色。くちばしは短く、黄色で先端が黒い。足は長くて、黄色。目は赤橙色で、黄色のアイリングがある。また、くちばしの付け根には、黄色い肉水がある。私有動色。 翼の骨翼は付近には爪があり、爪の大きさや色から死有の検討をつけることができる。成長の夏は頭部から胸上部が早う色で、体上つらは肺褐色で、耐火面は白い。胸上部と耐火面の境目には黒い胸体がある。翼は先の方が黒く、元半部は白色と肺褐色で、飛ぶときこれらのコントラストが目立つ。お 白色で黒い帯が入る。冬和は頭部からの葉や青色がやや褐色を帯びている。ヒナは泡褐色の綿輪に覆われている。若鳥は頭部からの胸部にかけて灰色でやや褐色を帯びる。胸体は薄い。また目は褐色でアイリング、肉水とも小さく目立たない。水田、畑、川原、干潟、草原などに生息する。 食生は主に動物食で、昆虫類、ミミズ、カエルなどを捕食する。稀に黒類も食べる。繁殖期は3月から7月。放卵は3月初旬から中旬に始まり、放卵、ヒナ養育それぞれ約1ヶ月ほどかかる。クラッチサイズは4卵で、時には3卵、稀に1卵マイナス5卵が確認される。巣は、 水田内やアゼなどの地面に藁を敷き作る。よって、農作業による影響が著しく大きい。繁殖期中は時にテリトリーを変えるなどして、最大3回映像を試みる。非常に警戒心が強く、テリトリーに、飛びやカラス、人間などの外敵が近づくと、泣きながら激しく威嚇し、追い払う。そのため、夜でも泣き声が聞こえてくる場合がある。 批判食器には将軍で行動する。かんだかい声で泣き、キリ、キリ、ケリ、ケケ、という風に聞こえる。この泣き声から、ケリという名がついたと言われる。国際自然保護連合により、軽度懸念の指定を受けている。日本の以下の都道府県で、以下のレッドリストの指定を受けている。2007年8月現在、環境省のレッドリストの指定はない。ありがとうございます。